ゆっくりしていってねー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに食らうぜダークトジーフジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、アーミー・オブ・シーブズのレビュー、考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのか、の参考になるように作ったのぜ。あらすじ、考察、評価、補足情報、キャストなどをぐっと圧縮してまとめました。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりしていって。今来た産業、デートファミリー泥棒映画、誰におすすめなのぜ？時間を殺したい人におすすめ。では、ここからはこの映画のシナリオの解説をします。主人公はドイツ人のセバスティアン。こいつは鍵開けオタクで、いつか伝説の3つの金庫を開けて自分の承認欲求を満たしたい、と思っている冴えないオタク。このオタクが作っている、くっそつまらないと思われる YouTube に、鍵開けの才能を見出した。本作のヒロインのワイルドスピードのハッカー担当がリクルート。この後運転担当のモブと、リーダーのモブと、ハッカーのモブを仲間にして、伝説の3つの金庫破りを始めるというシナリオ。はい。で、ここからネタバレというか、時系列とか補足説明。この映画はアーミー・オブ・ザ・デッドと同時期に作られた作品であり、この映画がアーミー・オブ・ザ・デッド1で、アーミー・オブ・ザ・デッドが2みたいな感じの前日譚のシナリオで、時系列を整理すると、アーミー・オブ・ザ・デッドでクソバカ無能軍隊と、ヒャッハーカップルによってゾンビーアポカリプスが発生。アーミー・オブ・ザ・デッドの主人公たちがラスベガスでサバイバルを始める。で、このゾンビーアポカリプスが発生して、割と世界中でゾンビーウイルスが拡散しているって最中に、アーミー・オブ・シーブスのシナリオがスタート。その後、アーミー・オブ・ザ・デッドに、シナリオが移るって感じが時系列です。はい、アーミー・オブ・ザ・デッドは以前レビューしたのぜ。概要欄にリンクを記載しておきます。で、ここからがっつりネタバレなんだけど、この映画はゾンビ映画ではありません。ゾンビ映画ではありません。大事なことなので2回言ったのぜ。ぶっちゃけ、この映画を見なくても、アーミー・オブ・ザ・デッドが見れる作りになっているというか、この映画は主役のロック・スミスが主人公の、おまんじゅう的にはくっそつまらない、恋愛映画がこの映画ですし、ほぼ何一つ、事前にこの映画を見る必要がない部分が、ある意味モルトベーネであり、だったらこの映画を作る必要ってある？って感じの作品に仕上がってます。では、ここからはおまんじゅう的感想。この映画のファンは今すぐゲームの電源を切るんだなのぜ。監督のジャック・スナイダーの作品って、ウォッチメン、だったり、300、とか、割と面白い作品も結構あって、とりわけ、ウォッチメン、なんかは、ガメをベラする前に見た方が良い、アクション映画100本のうちの1本に入る、くっそ面白い映画なのぜ。そう、そんな感じで、この監督ってセンスがないわけじゃないと、おまんじゅう的には思うんだけど、ただ、この監督って、癖が強というか、どの作品もこだわりが強いアートみたいな作品だから、当たり外れの差が激しい作家で、この監督にエンタメ作品、いわゆるデート、ファミリームービーを作らせちゃダメだなってのが率直な感想です。というのは、この映画のおまんじゅう的、ってポイントが、この映画は伝説の金庫が3つあって、主人公はいつか伝説の金庫を全部制覇したいっていうオタクなわけ。で、このシナリオがおまんじゅう的に、2020年に最適化されていないなって部分なんだけど、伝説の金庫3つとも、やってることが全部一緒なわけ。ほとんど難易度に変化がなく、同じ作業を繰り返し3回見せられるっていう、本当に変化の少ない映像になっていて、伝説の金庫を3回破るって設定よりも、伝説の金庫が5つあって、その金庫を破るためには、伝説の電動ドリルと伝説の鍵が必要です。で、シナリオの方が幾分かましというか、同じようなループシナリオを見せられても、刺激が少なくて眠くなるという感想です。とりわけ金庫を破る前に、主人公のオタクが金庫に対する、うんちくを語るシーンがあるんだけど、いらないのぜ。そう。次に、おまんじゅう的に、2020年のアクション映画に恋愛要素って不要って、価値観なんだけど、この映画って本当にクッソだるい、恋愛シーンを見せられるわけ。16倍速がなければ、最後まで見れなかったのぜ。さらに最悪なのが、このブラッド刑事が、自分の女が主人公のオタクに寝取られそうになったから、主人公を裏切るみたいなシナリオがガチで最悪で、本当にこれどうしようもないなっていうか、シナリオがチープすぎるのぜ。ぶっちゃけザックスナイダーにエンタメ作らせるのって、ガチでいいなって思える作品なわけ。こんなにクッソつまらないなって要素、見せ方を詰め込める、才能がパないのぜ。この人ってやたら長尺で人物紹介をしたがるっていうこだわり派で、これがまずいらない、長尺シーン、いらない、
映像へのこだわり、求めてない。無駄なうんちくシーンを語らせるシーン、いらない。恋愛要素、いらない。繰り返しシナリオ、いらない。必要のないゾンビ要素、いらない。仲間が彼女を寝取られそうになったから裏切る。最悪にいらない。と、よくもまあ、こんなに2020年に最適化されないクソ映画作れたなぁ。たまげたなぁ。っていう、この映画を見れたことに感謝のような、打作に仕上がっております。まあ、こんだけクソクソ言っているけど、どの映画も大体こんなもんなのぜ。まあ、ジパングで作られる、予算かけたアイドルとかが主役の、よくある映画と大体同じ品質の映画です。ではでは、最後におまんじゅう的おすすめ度を紹介。おすすめ度は、星1中星2、アーミー・オブ・ザ・デッドって映画って、オープニングシーンが、デッドライジングっぽくて、めちゃくちゃ語彙数っていう唯一褒める部分があったんだけど、この映画はそれすらない。褒めるところが一切ない。どこに出してもいいような、立派な打作になっている部分がモルトベーネな作品であり、ぶっちゃけ3倍速から4倍速で見るくらいで、ちょうどいい打作なのぜ。ジャック・スナイダーはジパング映画監督みたいな、こだわり全開に出したがる監督だから、本当にカット割りが最悪で長尺で撮るし、とにかく余計なことしかしないから見てて本当に間延びするし、眠くなるようなクソたるい映画を作る天才なのぜ。たしなんでて、なんかジパング映画みたいだなって思いました。なまじ、ウォッチメン、とか当ててるって部分が、悪魔的で、そのおかげで、そこそこ予算をつけて、こだわりの打作を作れるっていうね。この監督の最高に才能のない、デートファミリー映画、を、見れたことに感謝のような作品。この映画を見てて、結局こだわりとか捨てて、視聴者さん目線で映画作れる監督が、おまんじゅうたちにとって、好みの監督なんだなって思ったのぜ。この映画って、アーミー・オブ・ザ・デッドに輪をかけて、終始、マジでつまらない。本当にあんこの底から退屈だな。って映画に仕上がってて、ガチでずーっとつまらねえって気持ちを、キープさせ続けてくれる部分がガチで芸術作品というか、よくも、こんな映画作れたなって感じの作品であり、来年以降は話題にも上がらないと思われる品質の作品です。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。